なんか部活をするって言ってますよね。部活する言うてたな。うん、もうあれ大変、どうしよう。お前やることいっぱいあるやろ。やること盛りだくさんやもん、こんなんも。ああ、まあとりあえず、まあでも軽音みたいなことはしとこうかなと思うけど。ああなるほどな。あの天子の聖子と、うん、コマンダンテの石井さん誘って、そう、聖子がドラム拾いましたぜ。あ、拾った拾いましたぜ。軽音楽部はチャラい、拾いましたぜいや、そこ拾わんでねそれドラム練習してんのよ、聖子が。ああ、そうで、ドラムごっつ学んでんのよ。そうで、それがもうスピッツとかも見てくれたりしてんの。すごいな、あいつマジでスーパースターやで、マジで。マジで、だってそれインスタに演奏風景パン載せてんで、ドラム始めましたとか。スピッツの人からあいつもスネアとか、なんか何や、これバチもうたりとかして、頑張ってくださいみたいな。いや普通やったもん、飾って置いとくような。マジか。やつをガンガン叩いてやってるから。お前すっげえな、お前。あんなにも大阪で俺と一緒にずっとチャプチャク食ってたやつがいやその何食ってたかとか知らんけど、や別にそんなにもスピッツからなんかいただくようになったんや。あいつのインスタマジですげえ。そう、まあ、それで一緒にやってて、で石井さんもポロンポロンは弾けんで、別に今のとこ、うん、ジャカジャンになっていくっていうのもいいやん、ポロンポロンが。ポロンポロン、ああ別にいいけど、うん、それがどんどん成長していって。へえ、そうそう。でこっからなんか練習していって、なんかいろいろできたらいいなとか思ったり。ああいいやんいいやん。